E の方が I になりきる必要がある場合は少ないように思います。はい、いや E は人がいないとこだと I ですからって僕は思ったりするんですけどね。それは別にその問題じゃないですよね。その問題じゃないというのは、まあ、要は意識が人々に向いてるか、はい、自分に向いてるかみたいな話じゃないですか。でも一人になった時は自分と向き合わざるを得ないじゃないですか。それは向き合わざるを得ないけど、どうやったら人を認められるかみたいなことを考えたりするんじゃないですか。じゃあ内向型のそれとは違うってことですね。内向型のそれとは違うんじゃないですか。内向型の自己の向き合いとは、はい、内向型の自己の向き合いって何ですか。自分がどうあるべきかとかじゃないですか。自分はこれがやりたい、ちょっとそれをやるにはどうしたらいいかとか、周りの人のことは考えてない感じじゃないですか。え、でも売れるとかさ、売れるとかっていうのは何を、お金の話ですか。いや、その行動には目的があるわけじゃないですか。はい、で目的には、はい、まあ、今この社会的な我々と同年代で目的っていうと、結局は、はい、どう売れるかになるわけじゃないですか。そのどう売れるかっていうのが、内向の人は別に売れるのは目的じゃないと思うんですよね。売れた先があるわけですよ。売れたっていうのは多分収入だとして、はい、収入が上がるとこんなものが買えるみたいなところじゃないですか。とか、まあこんな私になってるって話ですか。こんな私、理想な私になってるみたいな。そう、収入はツールでしかない、うん、目的、この欲しいこれを買うための、安全な生活を送るための道具でしかないわけじゃないですか、うん、だけどこう二等兵の言う収入は、俺こんだけ稼いだぞみたいなところがちょっとあるじゃないですか、はい、その地位とか名誉とかと同じ位置にあるみたいな、それ自体が目的の一部になってるみたいな、うん、評価される値だと思います、はいはい、なのでそれ自体がまあ目的になってる、うん、内向の人はまあそうじゃない気はするんですよね。で、体調はそう、内向だと思う。内向だと思う。外向です。売れるっていうのも、はい、その目的ではなくて、うん、目的の前の目的みたいな、安定した生活とか欲しいものが買えるようになるためにこっちに目立つ必要があるから目立ちたいだけでみたいなっていうところですよね。目立つことが目的では、そもそもの目的ではない、ゴールではないみたいな。やっぱりこの外向内向も難しいですよね。はい、 S 的な事象だけは武装できないと。あ、 S と N の部分ですね、はい、S と N、 今を見るのが S ですよね。今を見る、これできないってなんだって思うんですよ。未来ばっかり見るって話です。やらなきゃいけないことを後回し。いや、でもやらなきゃいけないことは俺も後回しそう、最長後回しじゃないですか。はいはい。で、僕別にやるし、はい、かといってこのふわふわもしてるんですよ。はい、分からんですね、やっぱりこれも、うん、皆さんこうやって分けてるんですかね、自分の中で。分けてはないんじゃないですか。分かれてるかもしれない。私は例えば INTJ だって思ったら、はい、でも見て分析はするわけじゃないですか。それは S じゃんって思うんです。見て分析は S でも N でもあるんじゃないですか。だと S、 それは S してるじゃんって。で、はい、N なんで S できないんですって言われると。はい。まあ、できないことはないと思いますけどね。ごめんなさい、ちょっと。なんか今酔っ払ってるんですかね。絡み酒っぽくなってますね。上げ足を取ってみたいな。すいません。愛の擬態はソロ行動をしないといけない場で、周りを気にしすぎたり、求めるのを抑えるとかですかね。おとなしくしてろって話じゃないですか。喋るな、おとなしくしてなさいじっとしなさいじゃないですか。っていうのを自分でやってるってことですか。愛に擬態するっていうのは、ちょっとここはおとなしくしなきゃいけないんだみたいな、ここは私は目立ってはいけない。なんかちょっとステレオタイプっぽくないですか。そのステレオタイプすぎっぽくないですか、愛と E が。まあ擬態はそういうことかなって。そういう、あ、はい、そういうとこだけ取ってねって話ね。そういうのを擬態って言ってるんじゃないかなって。あ、なるほどなるほど、すいません、かもしれない。はい、もしかしたら内向型と違った悩みがあるのかなと自問自答してます。 E は E で悩んでますよね、もちろんね。目的と評価の主体が他者ではないのが内向かなと。あ、っていう話でしたね、隊長も、はい、
自分がどう思うかみたいな、はい、確かにその辺で言うともうずっとし外交です、はいはい、内向は達成そのものが自己に向いていますよね。この辺がね内向が羨ましい限りです。まあ、羨ましいって内向型羨ましいと思ってて、はい、かつなんか最近の本で言うともう内向型が成功するみたいな本ばっか出てて、そんなことない、待て待てって羨ましいと思っている人が成功するってなんだよって、はい、って思ったりしてます。でも外向の方が成功するんじゃないですか。で向こうから見てなんか羨ましいとか言われて全然そんなんちゃうわって。それはうまくできないからって話ですよね。できないそれ多分お互いにそういう感じじゃないですか。なあ、はいはい、はい、内向型の外向はツールチック、まあ外向の内向もツールですよ、はい、おとなしくしとけですよはい、はい、可能性を追求して空想しますと N 型だなと思ってます、うん、でも体調も可能性追求してイメージはしますよね。ざっくり SP、まあ、そんなには想像しないですよ。すいません、どれが楽しいかぐらいの感じじゃないですか。反抗したくてやってるわけじゃないんですけど、はい、今を生きるか未来思考かと。未来でもなんだろうな、 SP の場合は、うん、まあ、楽しいかどうかですよね。 判断機 SP の場合は、まあ、楽しいかどうか、はい、なので今も未来も楽しいところ、これを続けていけば楽しいなみたいな感じですよね。本当ハッピーですよね気持ちの問題ですよね、幸せかどうかはみたいなところですよ本当に羨ましいです、はい、でもやってないってことは評価がいります、外部からの、はい、見た目の成功が必要です。僕にはだから苦しいんじゃない、苦しいですっていう話ですね、はい、え、皆さんそうでもないです、見た目の成功って欲しくないですか。見た目の成功がは欲しいですよ。ファイヤーファイヤーって言うんですよみんな、はい、でもそれはそんだけ収入があれば、はい、面白いことができそうだなって思うから欲しいだけで、はい、それがなくてもこれが手に入るんだったらなくてもいいです。あ、なるほどね、はい、あ、やっぱり内向が勝ちますよ本が言う通り内向型が強いっていうのは本当だと思います、はい、そう、気持ちが安定してる。あ、そんなことない、生きづらいっていう人、自分で決めれるって話ですよね、成功かどうかを、うん、はい、でも自分で成功じゃないって決める人もいっぱいいる、いて生きづらいとか言うわけじゃないですか。でそんな人に対して僕は、はい、俺だって生きづらいんだよって、はい、言いますけどね、はいはい、難しいです。 N が異様に強いと組織で生きていけないので S に擬態しなきゃならないですと。もうこの辺がもう全く分かんなくて、 N だとすると、はい、僕も組織は苦手ですけどね、内向なので。あ、組織に合わせるのが苦手なので自分で作ったみたいなと。あ、内向は周りに振り回すはされにくいのかなって僕は思ってるんですけどね。でもまあそんなこともないですよ。あ、組織の中でどう立ち振る舞っていいかがよく分かんないみたいなところがあるんですよね。はいはい、あるでしょうね。